皆さんこんにちは、ジェームです、今回はですね、この、カラーネガフィルムシネスチル 50D という、フィルムで、ここ最近撮ってきた写真を紹介したいと思います。このシネスチル 50D ですが、以前にレビュー動画をアップしたこともあります。その時はこの 35mm のフィルムと、あと、120番用のフィルムですねを使って、撮った作例を紹介しました。今回はですね、よりいろんなカメラで撮影を行ってきました。どのカメラを使ったかというと、まず、フィルムカメラ一眼レフですね、こちらがニコンの F100、 あと、ついてるレンズが、カールツアイスの、50mmF1.4 ですね。こちらのセットで撮影を行ってきました。で、2台目が、こちらキャノンのオートボーイスーパー、正式名称が AF35ML です、こちら、コンパクトフィルムカメラなんですけど、レンズがですねすごくて、F1.9 で、40mm ですね、 40mmF1.9 のレンズがついているというカメラです。こちら、私はジャンク品550円で購入したんですけども、非常に良い写りをするので、気に入っています。はい、では、3つ目です。3つ目はこちら、リコーの GR1 です、GR、今も、デジタルカメラリコー GR3 が発売されていますけども、そのフィルム時代の、さらに初号機の、カメラになっております。こちらも、レビュー動画以前にアップしてますので、興味ある方は、ご覧ください。というこの3台のカメラを使って撮影を行ってきました。で、このシネスチル ISO 感度が50なんですよね。 50D ということで ISO 感度50、なので、まあ、こういう夏ですね、あの日差しが強く照りつけるような日中の撮影に適してるかなと思って、まあ、夏の風景っていうテーマで撮影を行ってきました。あとはこのフィルムを使った、まあ、個人的な理由っていうのが、フィルムには使用期限がありまして、これが、まとめ買いして何本かセットで購入してたんですけど、2021年11月に、まあ、使用期限が迫っていると。で、このフィルムはまあ夏に適しているかなということを感じていたので、ちょっとまとめて撮影してこようかということで撮影してきました。で、作例はまたまとめて後半の方に紹介したいと思うんですけども、まずは私のこのフィルムの感想、あと、まあ、あの特徴的な部分抽出して、写真を紹介したいと思います。このフィルムの商品紹介文の文章を、引用して紹介したいと思うんですけども、映画撮影に使われているフィルムであるコダックビジョン3からハレーション防止のバックコートであるレムジェット層を除去し、一般的なカラー現像 C41 現像を可能にしました。そのため独特のハレーションが起こり、唯一無二の色合いが楽しめるカラーネガフィルムです。 50D は自然光 5500K で撮影するのにぴったりなので、ポートレートや風景撮影に向いています。超微粒子でシャープな画質と豊かな自然な色を再現しますとあります。で、ここに書かれていた独特のハレーションが起こるという点ですけど、これがまあ結構癖の強いところになっているので、まずはこのちょっと癖の強いところから紹介しようかと思います。まずはこちらの写真、ドン。こちらは、ニコンの F100 で撮影した写真なんですけども、最初私がこの写真を見た時はなんかものすごいフリンジが乗ったように見えるなと思いました。使っているレンズはカールツアイスのレンズで、それなりに絞って撮ったはずなので、ここまで、通常だと描写が乱れることはないと思うんですよね。それが、これだけその独特なハレーションという表現している部分が、こんな感じになってますと。ではこの、独特なハレーションが起こった他の写真も紹介します。こちらです。こちらも光が強く当たった箇所は赤く描写が乱れているように見えます。こちらは、フィルムカメラリコー GR1 を使って、撮りました。リコー GR1 もやっぱりこんなに、色修正というか色が乱れることはないです。個人的にはこの強い癖が好みと思う人は少ないんじゃないかなと思いました。私もあまり好きではないです。ただこのフィルムが出す色合いはとても気に入っています。この海で撮った写真、この日の気温は35度を超えてとても暑い日だったと思うんですけども、そんな中でもこの青緑がかった色合いが清涼感を感じさせてくれます。
あとこちらの、ストリートスナップの写真、何枚か紹介したいと思いますけども、この日は曇っていました。なので、あまりその強い光が当たるっていうことがなかったので、ハレーションが起こることなく、この独特の色合いのみを感じることができます。この緑が、シアンがかった緑になるっていうのが、一番わかりやすい特徴かなと思います。こちらはひまわり畑で撮った写真です。商品紹介文にも、超微粒子でシャープな画質と豊かな自然な色を再現するとありましたけども、自然な色かどうかはさておき、超微粒子でシャープっていうのは本当その通りだなと感じております。ではここからは撮った写真、紹介したいと思います。全部で50枚あります。使用したカメラ3台ありますけど、そのどのカメラで撮った写真かっていうのも分かるようにしておきたいと思いますし、また写真ごとに番号も振っておきますので、写真の感想などありましたらぜひコメント欄でお知らせください。それではご覧ください。どうぞ。昨年ご覧いただきありがとうございました。このニコン F100 とカールズサイズのレンズを使って撮った写真、これはまあ写りが良くて当たり前というか、エッジ帯の線が細くてシャープでさすがの写りをするなと感じました。あと残りのこのコンパクトフィルムカメラ、
GR1 とあとキャノンの AF35ML、 こちらも良かったですよね。まあ、シャープさっていう点で言うと若干このカルツアイスのレンズには劣りますけども、このリコーの GR レンズも大変シャープで良い写りをします。キャノンの AF35ML、 こちらも色のりもよく、シャープさで比べるとこちらの2つのレンズには劣ってしまいますけども、それでも大変良い写りをすると感じており満足しています。このフィルムはちょっと高価なので、購入を躊躇されている方も多いと思います。なので、まあ、ちょっと多めに作例を紹介しました。青緑がかった色合い、あと強い光が当たった時の独特のハレーション、そういった部分楽しめそうだなと思った方は、まだ夏は続きますので、この夏の思い出をシネスチル 50D で残してみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画は以上となります。また別の動画でお会いしましょう。ではでは。